こんばんは。9時からすると言ったけど、めっちゃフライング。はじめまして。握手会終わった後に、ショールームするって言ったのに、帰ってきてすぐお風呂に入ったから、すっぴん配信。今日は握手会でした。お風呂上がり、お風呂好き。明日も握手会は1部と2部と5部、当日券使えるみたいなんで、気になる方はぜひ。すっぴん握手会はさすがにできないな。こうやってショールームですっぴんは別に全然気にならないけど、同室は誰ですかですって。どっちがいい？ねえ、やめてくださいよ、紛らわしいから。まあまあ同室はね。ダメダメダメ。紛らわしいから。気になる方は。地下の SKE48 メールを待っていてください。ねえ、地下のめっちゃ初期の画像を見てるって、いつの画像だ。めっちゃ星図しとるって。バレてる、星図してるって。ダメ。すごい、めっちゃ星図される方なんです、いつもお風呂上がりは。わかんない、びっくりした。入ってたかな今の。あ、2014年の AKB リクアワのパーティー踊ってる、お披露目だ。パーティー？パーティーでね、これなんて言うんですか、懐かしのお話なんですけどね、 Be Quiet って私が歌ったんですよ。なんだっけ、その目を閉じて Be Quiet チンチンって歌った。そう、これ歌って、まさかの自分で、なんかずっとこの曲知ってて歌ってみたいなとか思ってたら、偶然、ほんまに偶然、そこねみたいに言われて、やったーと思って、すごい嬉しかった覚えがある。そう、パーティー公演も出たんだよ、ちか、今年の1月、ちょうど約半年前かな、パーティー公演出た。そうそうそう、めっちゃお正月にフリブイ見てたのを今年は覚えてる。ユニットは星の温度、星の
温度保ってる恋心気づいてほしい。めっちゃレアだよ。キスはダメよ。そうだよ、明日はじゃんけんの、じゃんけん大会の予備戦なんです。皆さん応援してください。後藤梨紗子さんと太田彩香ちゃんのラッキーというチーム名なんで。この前の公演のカラーメイク良かったって。お、あんまり公演でステージ上からは見えないけど、写真だと分かったんですよね。すごい、これ旗から見たらめっちゃ一人で喋ってる人で。ですよね。恥ずかしい。あ、アイシャドウのオレンジとか持ってたな。どこにあったかな。今1086人。アイシャドウのオレンジ色を持っていて、どこにあったっけな。明日塗ってみよう。あ、明日はやめよう。明後日にしよう。おお。クリーム。そうだよ、外資だもんね。なんて言ったって会場はじゃんけん大会。うん？うん？発表されてる。今日の口紅オレンジだったよね。ブブー。今日はピンクでした。あ、うん、ピンク。そう、フライングショールームした。今日の私服は自分だと買わないお洋服で、インスタグラムやツイッターの方に写真を上げてるので、ぜひ皆さんチェケラ。うむうむ。近く推しの友達に付き合い紹介してもらって、今ではレオハさんの握手会行ってるよって。お、ぜひ地下の握手会も遊びに来てね。ラッキーのポーズ実はあるんだな。でもまずは本戦に出場しないと。明日頑張ってみんなで気持ちを一つにして。あ、決めたアイコン。今ちょうどいいの。後で教える。後で教える。あるかな写真。頑張ります。そう、じゃんけんは代表のメンバーがする。なんて言ったって、ここ、こっちにはね
昔一昨年のじゃんけん大会で研究生の枠から勝ち上がった太田あやめろがいるのでね、心強い。おお多分そうだと思うんですよ。そうそう、3人ユニットは1回負けてもね、敗者復活戦っていってね、チャンスがあるんですよ。そうだよ、毎年初戦敗退の松本千佳子がじゃんけんするよりその子に任せた方が心強い。明日の何か話そう、何話そう、テーマください。なかなかしっくりくるテーマが好きなちょっと違いますね。最近は、最近見に行こうとしてる映画があって、ミニオン見に行こうとしてて、今日今ちょうどテレビでねやってるみたいだけど、もう実はそれは DVD で見たんでね、今は書類もしようと思って。今日は早く寝よう。本読むよ。今ね、読んでる本があってね、あ、忘れちゃった、今日。読み終わったらまた紹介しようと思って。バーベキューね、行きたい。もう一回今夜はアイスは食べません。あ、そうそう、今日の握手会であの SK ホテルカフェ&ショップにあるチカちゃんボールの話をして、それをチカなら100杯食べれるっていう話をした。好きなものってね、何杯でも食べれる。ほっそバレれますよ。でもお腹壊すかな、アサイボール100杯食べたら。うん、壊す。え、本当にいいと思う。冷たいもん。いえ、バレるぜ、バレますよこれ。いえ、だってえ、ちょくちょく見かける。いえ、ワンちゃん、ジュナさん、
っとコメントに時差がある。格好がやばい。やばい、すごい後ろの電気がすごいから、異次元空間。あ、今9時なんだ。ちょうどやろうとしてた時間。また VR、 あ、やってみたい VR。 なんかこの前チーム S のイケるメンバーでバーベキュー行った時に VR に乗ってめっちゃ騒いで、なんかまた違う種類の VR をやってみたい。でもやるならホラーがいいな。この前もそうだったけど、なんか怖い方がハラハラする。なんだ、まあ、景色が綺麗なのもいいけどもって感じ。地下はね、すごいよ VR。 どこ見ても映像、こうやって元気ない時はみんなあのピオさんがねツイッターに上げてたあの動画見て。酔わない酔わない VR。 でも人によるかもしれへんけど、苦手な人はあんまりおすすめはしないけどね、ホラーが。2000人突破、やばいよね。立ち上がってピクピクしてたのは自分でも笑った。あれさすがにあれはね、何してんだろうと思った。なんか人って怖かったり焦ったりするとどういう行動してるか分かんないね。なんか自分も映像を見て分かった。バーチャルリアリティー、わ、やばい、めっちゃ今眠気が来てる。お化け屋敷はなんか入りたくなってでめちゃくちゃ怖がるパターンの人、すごい好奇心はある、入りたいっていう。映画もそう、見て後悔する。でもホラー映画の撮影現場に行くのが夢、密かな夢。どうやってお化けの撮影してるんだろうと思って。え、今ナウなのかな。ナウじゃないですよね。ナウじゃないと思うな。チャッキーしかそんなにだったな。なんか可愛さが勝った。
でもチャッキー1しか見たことなくてね、もっと見たくて、シリーズでも DVD お家にやるのは怖いな。チャッキーの借りるのがいい。ね、チャッキーの花嫁みたいなやつみたいだよね。うん、でも違う、日本のホラーより海外のホラーの方が好きだな。日本のホラーの方が怖いもん。でもゾンビは好き、バイオハザードとか。うん、日本のホラーは怖いな。でもやっぱ夏はそういう怖い話でやっぱ盛り上がるし、寒くなる、やっぱり。バイオハザードのゲームあるよ、やったこと。めっちゃ難しい。夏だね。今年まだ花火見てないな。夏らしいことは、今年はバーベキューに行けたから、まずはできた。もうすぐ美浜海遊祭もあるし、今年の夏はなんか海に入れなくていいから海を眺めに行きたい。うおねえ、わかった。わかった、わかった。わかった、わかった。セクシー。うん、セクシー。ほら、みんなファンの人が気になってる。何って。何、何って。え、微妙。そ、か、え、一応。ここだけ見える。こうするね、はい。下にあっていいですよ。シークレット。あ、いいですよ、全然いいですよ。大丈夫ですよ。押さえない、こうしてるじゃん、こうしてる。ほんとまずドボドボなんですよ、まだまだ。もうあ、絶対こうクシャーってやった方がいいですよ。だから時間かかるんですよ、乾くの。うん、あ、そうそうそうやり方がね、あるんですね。イエーイ、ドライヤー。
同室の方がドライヤーしてます。誰か気になるって方はこの後 SK48 メールをで後でチカのメールで誰か送ります。夏はねドライヤーした後暑くなるよね。でもなんか冷たい風だとなんか乾いてる気がしいひんくて、なんかいつもあったかい方にしちゃう。温風っていうの。でもね、ちゃんとドライヤーはして寝ないと、髪の毛は乾かして寝ないと良くないから、ちゃんと乾かさなきゃ。ね、なんかドライヤーの音も慣れてきたね。明るい。自然乾燥はね、良くないって言うよ。なんか傷んじゃう髪の毛が。髪の毛に良くないから。なんで周りそんなに明るいん？今それは言えないです。明日明後日の髪型は、朝に決める。今日のご飯美味しかった。夜ご飯お腹満腹。そうだ、明日と明後日はね、朝配信がちょっとお休みするので、ごめんね。そう、ありがとう、みんな。女の子は髪の毛乾かすの長いの。
もうすぐ3000人な、何分だろうな、30分か。3000人に行ったら終わろう。ドライヤーしないで寝るとどうなんだろうね。なんかあんまり久しくそんなことをやってないから、確かにドライヤーやって寝た方が髪の毛はボサボサじゃない、買った記憶がある。あ、そんなにいた。みんなありがとう。順位読みますね。まずは順位を。1位近く大好きイローくんさん、2位阿部リオさん、3位チャラシマさん、4位オルフレさん、5位キイチェさん、6位コマスさん、7位小雪さん、8位台湾のホーシマンジュさん、9位ブンロさん、10位ユータさん、11位マックンさん、12位エンさん、13位安野慎さんです。あ、え、なんか間違えたかな。後でメールも送るし、待っててね。ブログも書くので、みんなツイッターとインスタグラムも見てね。明日も握手会ですよ。明日の握手会は、当日券が使える分もあるので、1部2部どっちだっけな、5部か6部どっちかも使えるんだよね。みんな会いに来てね、待ってます。最後ドライヤーごめんね。お、終わった。あ、おやすみプリン、みんなバイバイ。